はい、皆さんこんにちは。佐賀県淳でございます。今年も押し迫りました29日でございまして、はい今日はね1時間ガスッと昼寝しましたね。おかげですっきりしますけど、はい、行きましょう。重大ニュースっていうのをそろそろ明日あたりでしょうかね、日本は発表すると思うんですけどもですね、その、まあ、その各メディア別によって多少違ってくると思うんですけど、その彼らというかそのメディアがですね、そのメディア自体がですね、そのどう考えてるかっていうのもまあ見えてくるんですけども、まあ、大まかにその、なんていうかですね、思考を、その日本人にとっての重大なニュースは何かっていうのもですね、なんか浮かび上がってきますよね。でですね、朝鮮オンラインでございまして、朝鮮日報、お隣さんの有力な保守系メディアのがですね、もう早々と出してるんですね。朝鮮日報が選んだ2023年韓国国内重大ニュースという、つまり彼らがですね、お隣さんたちがですね、このニュースは大事やと思うのを上から10個選んでくれたわけですよ。まあ、彼らがどう考えてるかってようわかりますよ何について関心があって、そして何を重大かと考えているか、つまり連中の価値観ですね、がある程度見えてきますね。なんと一発目はですね、韓米日キャンプデービッド会議で3カ国協力強化という、そんなあったんかなと思ったんですけど、あったんですね。いつあったのか忘れましたけど、確かアメリカの8月ですか、アメリカの大統領が呼んでくれたんですよね。あのキッシャンとユン・ソンニョルさん、これが一つ目に挙げられてるんですよ。日本の明日あたり出てくる重大ニュースにこれで入ってんのかなという気がしますけどね。まあよう分かりません。はい、次第2番目、イ・ジェミョン代表の逮捕同意案可決、逮捕状請求棄却で起死回生と。これはよくわかります。あの野党の党首がですね、あの2回国会に逮捕状同意案出されまして、1回目はなんとか否決したんですけど、2回目がですね、裏切り者がいっぱい出て可決されて、でもそれでですね、裁判所に言うたらですね、裁判官がそんなん逮捕せんでええって言うたっていう大事件がありましたけど、うわお隣らしいと思いましたね3番目、偵察衛星 ICBM に続き軍事合意破棄、北の暴走がエスカレート。やっぱり北朝鮮関係はですね、関心があるんでしょうね、あの人たちは。まあまあ同じ民族ですからね。4番目に挙げられてるのは、物価高の苦しみ、内容量削減、安い原材料への転換で実質値上げもと。向こうもやっぱり物価高なんですね。あの私は向こうで生活してないんで、ニュースしか読んでないんでわからないですけど、日本もね値上げが続きましたけど、今ちょっと落ち着いてる感じがしますね。はい、5番目、韓国独自技術の宇宙ロケットヌリ号打ち上げ成功、7大宇宙大国入りって。これ大好きなんですよ、7大なんとか入りとかね、上位何カ国とかって、それ大好きなんです、まあ、分からないでもないあの国のですね、こう好みですね。日本は衛星が成功したとしても、多分それはよほど画期的な問題から重大ニュースなんか入らないでしょうね。で、これが上でして、わざわざこれ下も2つに分けんなよと思うんですけど、下、1番ですね、6番目ですね、これがですね、1ヶ月分の雨が1日で5章かな、5つの松、5章地下道で14人死亡と。そんなことありましたね、そういえばね。中西北道5章湯に降った大雨で臨時堤防が崩れ、で車17台が動けなくなり14人が死亡したと。まあそれくらいの事故でですね、17人っていうのはまあ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 ですね、まあ少ない方ちゃいますかね。7番目、消えた子どもたち約2000人、出生通知、保護出産制の法制化うわーっていう、これも何なんでしょうね、よくわからないですけど、ちょっと本文読みましょう。今年6月、病院での出産記録はあるが、両親が出生届を出していない乳幼児が2015年から
昨年まで2123人にわたることが監査員による監査で判明した。安否不明の消えた子どもたちに対する調査が行われ、母親が赤ちゃんを出産後すぐ冷蔵庫に遺棄した事件などが明るみに出た。うわ、でもこれまあまあでも大人さんにとっては衝撃的なんでしょうね。日本でも赤ちゃんポストみたいなのがありましたけど、あれ今どうなってるんでしょうね。はい、この時もですね、動画で申し上げましたけども、もうあのお隣さんってね、こう非適切死っていうんですか、要は両親がきちんと揃って生まれていない子供っていうのはものすごくこう辛いことになるんですね。だからシングルマザーというのはほぼ存在しえないわけであって、そういう子供ってみんな外国に養子に出してしまうんですよ。多いですよ。だからアメリカで育ってる、生まれた時からアメリカ人の両親に育てられてる韓国人っていうのはね。これは9ですかね。いや、違う、8か。教師の権威低下が社会問題化した2年目、小学校教員の死で、ようわからんの。校内で小学校の教員が死んでた。そんなんが重大ニュースに入んのという感じはしますけどね。あ、向こうはね、まだね、学校の先生の権威があるんですね。日本はもうこのですね、私が小学生の時からと比べて今なんか全く権威ないですよね。どっちかというとそのなんていうか、あのモンスターペアレントにいじめられてるというイメージですけど、向こうはまだね、最近までね、権威があったそうなんですよ。先生って偉いもんで、だから お中元お歳暮がいっぱい届くという存在だったらしいんですよ。もう今日本の場合、先生って言ったらもうアホバカチョンの世界ですよね。変なの多いですね、元から変なの多いですよね。私みたいなモンスターペアレントが出てきてですね、もうそんなもう脅しまくられてですね、もう泣く泣くですね、言うこと聞かざるを得ないっていうような先生ばっかりですからね、日本はね。向こうはまだ権威があったんですよ。これは9番目ですか。準備不足だった世界スカウトジャンボリー大会、これは悲惨でしたね、これね。まあ、これは10代に入っていいと思いますよ。あんまりいいニュースしちゃいますけどね。4000人を呼んだんかな、違う、4万3000人がですね、悲惨な目に遭って、最後はですね、BTS のコンサート見て帰ったというですね。なんかもう、お隣さんらしいですよ、ごまかし方やなと思いましたけど、153カ国から4万3000人が集まったら、もうクソ暑かったですよね、日本も。この暑さで参ってですね、最初にイギリス隊とカナダ隊が引き上げたというようなニュースになってました。ですね、最後10番目はですね、地球495周回ったプサンエキスポ、サウジの壁は越えられずついこの間のニュースですね。はっきり言ってことはどうでもいいと思うんですけど、日本で例えばですね、こう万博招致が失敗したとか五輪に失敗したとかだったら多分重大ニュースに入れないと思うんですよね。あ、そうで終わりね、もっとそんなことよりも重大なことあるやろみたいなですね、そういう感覚はあるんですけど、韓国にとってはね、万博の招致に失敗したっていうのはかなり痛手みたいなんですよね。この前日本もですね、札幌がですね招致を断念する、これはですね断念するというニュースがありましたけど、そんなもん別にみんな冷ややかに見てますよね。あ、よかったやんと。僕なんか別に一言ながらよかったやんと。一応ね、大阪の万博もね、あれなんですよ。僕ら一般国民も負担してるんですよ、あれ。つまり税金という形で。大阪の万博はね、大阪市、大阪府、国が3分の1ずつ出すという名目なんですよ。そしたら大阪市は大阪市民になって大阪府民になって日本国民が30人取られてて1人1万5000円らしいですよ。いやいや、そんなんて。で、多分僕ら日本国民は1人2000円とか1000円とかちゃうんですかね。まあそれでもあんなしょうもないもんに払いとないわという気がしますけどね。で、日本人はこういう、なんていうか、こう今五輪もですね、くだらなく終わりましたしですね、万博なんていうのもかなり日本国中冷めてますでしょ。やめろとか言ってる人の方が多いぐらいで。向こうは違うんですよ。まだまだですね、国際的な舞台でかっこよくですね、振る舞いたいというか願望があるようでございますね。そういうね、国際的に認められたいという願望があるんならね、
もうちょっとですね、あの国際感覚というのをですね、身につけられた方がええんちゃうかな、マナーとかね、あの西洋人というか国際近代人の発想とかね、というものを身につけられた方がそっちの方が早道ちゃうんかなと思うんですけどね。そうしないといつまでたってもですね、世界からですね、ソ連人な連中だというふうに思われ続けるんちゃいますかね。自分たちがソ連人な連中であるということをですね、全く自覚してないんでですね、そっちをまず改めるべきだと私は思いますけどね、はい、ということで、このまあまあ、あのどうでもいい話ですけど、この下の方のですね、アドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。